ジャイアンツ対楽天、マウンドは杉内、そして一番、まあ、この楽天の申し子と言っていいかもしれませんが、これはセカンドゴロ、軽快にさばいて、まずワンアウト。18、杉内、そして田中です。放送席は一家、まあ見物ですね。他もじっくりと交流戦4位、パリーグ3位の楽天、杉内です。ここは見逃しの三振。3番の高須いいというのは、言ってみれば、まあ、杉内の中で杉内の沢村賞投手、杉内、そして田中、ああそのストレート、首をこう回してみたり、何か自ら緊張の度合いというものを、これからどういうピッチングをするかなんですよね。そこ小山と確認作業も今ありました。さあ今度は杉内が、ここは3ですね、杉内なんです。いいピッチャーなんですよ両方ともね、うん、これは今あっと4者連続三振、4者連続三振、静寂にね、そうですね、包まれてるんですよね。ドミニカ共和国出身32歳、これはセカンドゴロ、藤村取って一塁へ、あヘッドスライディング。バッターボックスは7番の増田、今シーズン初打席を田中も迎えます。投げるのはもちろんですけども、バッターボックスに立っていいピッチャー、あーここは三振、これで今日5つ目、思ってしてもそうですか、簡単にストライクを取って楽ですよね。田中も4球でその回の攻撃を終わらせましたが、回りました6つ目の三振。杉内さんの球筋を見てみたいと言っていたその田中、いう田中です。2度目の直接対決、ツーボールかかとの投げ合いでは今一つこう結果が残っていない。内容的には杉内完璧ですからね。そうですか。そしてこれが8つ目の三振ということになりました、ね、いいんですよ。ただ今度はね、いじりさん初球ショートゴロ、先ほど円陣を組んでいました。今のこの先番からの攻撃、この回中盤に入っていこうかという4回の攻防です。163センチ、非常に小柄な選手ですが、ノーステップで、これは10、あそこから楽天のチームに勝って、ベテランの高須がクリーンナップ、その中核の人、開幕2軍スタートという岩村、サードでスタメンが続いている、と先日右手の親指骨折、松井和夫、鉄平、ここはバットは止まっています。スターティングメンバーに名を連ねていた選手が軒並みこうメンバー、初めて3ボール2ストライク、フルカウント、ああ三振、ヒット、得点はありません。初球はライトライナー、ワンアウトをしていたその川口投手総合コーチですが、見出すことができるかどうか。これも2球目を打ち上げました。まだ一人のランナーも出していません。ゼロでここまで来ています。両投手の投げ合い、強い打球ですが、ショート正面、坂本一塁を送ります。になりますと、そのエースナンバーというのが各チームによって、左の21ですからね、うん、ゲームは気がつけば6回の攻防に入っていきます。あ、今日何か変化であったり、何かこの見ていてどうなんでしょう。高く上がったセンター、長野がバックするが、こちら向き余裕はあります。2アウトです。はい、
というゲームが各地でも行われているようです。これも一つの楽しみです、そう話していた田中です。ですね、これで今日2桁10出られるかどうか。そうなんですね、初ヒット出るか。今日の杉内に勝っていくことが彼らの力になる、そんなことも話していました。出ていきます、捨てないというような、はい、タイミングを狂わされた。レフトゆっくりと前に出てくる、谷が抑えました。でもどうしても塁に出れない、ね、あもうワンボールワンストライク、主流風に選手たちをグラウンド上に送り出しているという星野監督です。ある程度技量というのはついてくるもんなんだ、そんなことも話していましたが、いやしかし1個の三振、2桁奪三振、これで通算50杉内です。ただここは杉内が上回っていると。痛烈な当たりですが、これもセカンド正面、それ初めてかもしれません。そうですね、パーフェクトで抑えてきました。7回まで2点、ランナーを出していないパーフェクトピッチング、ツーボールワンストライク、打ち取った。レフトに入っている松本、大きいですよ。アウトコース、アウトコース、セカンドゴロ、藤村落ち着いて一塁へ、ここまではセカンドゴロショートゴロ、低め、リーグトップの成績、痛烈で2エンド2、あーストレートでいった。杉内への期待の拍手が今東京ドームから沸き起こりました。その拍手が沸き起こった後、今度は杉内のピッチングを見ようと、今度はその拍手をやめて少し静寂に戻っている東京ドームです。以来プロ野球史上16人目の達成なるか。杉内取りました、ワンアウト。新天地ジャイアンツ、18番の迫れるだろう大記録、その達成どう踏ん張るかが自分の課題です、そう話していました。三振、あとアウトカウント一つ、あとアウト一つです。全てがトップの数字を誇る杉内、その中島に対して高め浮きました。いけばボールに変化球投げれば振りますよ、はい、ただ出せばフォアボール出せば終わってしまうが、あーっとフォアボール、フォアボールで今日初めてランナーが出て、この瞬間に完全試合はなくなりました。投げていきます、ヒットノーランに向けてあとアウト一つ、空振りでファウルです。田中外れてツーボールツーストライク、放ってほしいですよ。ちょっと変化球で手綱を出しましたが、ここまでノーヒット、ここは1番の